レグナ王より返礼施設の退任を仰せつかったセレノアは森を抜け山を越え荒涼と広がる大地を進んだ。相変わらず直進するんだな、道なき道を。やがて一行の前に人の手で作られた長大な石の壁が姿を現す。それこそがノゼリアで唯一潮を産する塩湖を抱え込む城壁、女神の盾。ウォールマリア。そして塩湖のほとりに広がる都が巨大な潮の女神像がそびえ立つ神の御所、聖ハイサンド大峡谷である。あ、これめっちゃ塩なんだな。塩っていうか真ん中が塩湖でしょ。ってことはもう国のほぼほぼが塩湖なんだ。第3話後編、乾いた大地に陽光は照り。驚きました。ハイサンドの外壁、女神の盾がここまで大きいとは。まさにウォールマリア。煙鉄大戦時、グリンブルクとエスフロストの連合軍すら弾き返した最強の盾だ。歴史上この壁を破った者はいない。貴公ならどう攻める？攻略は不可能、そう思います。さすがは返礼施設殿、礼儀正しい答えだ。鐘が鳴ってんのか。鐘っていうかドラ。何の音でしょう。これは噂に聞く礼拝の時間ですか。ええ、ハイサンドの全ての民は潮の女神像に毎日祈りを捧げるのです。いや、お前ら捧げてねえだろ。女神の神、ノゼリア唯一の援護を我らに与えていただいた感謝の祈りを。全ての民が祈りを。塩湖にそびえる女神像の噂は聞いていましたが、本当にハイサンドの民の心の拠り所なのですね。しかし礼拝の隙をついて悪さを働こうとする者もいるのではないか。潮の女神教の信徒にそのような不心得者はおらん。ハイサンドは全ての民に衣食住を保証し、貧困と格差をなくすために尽力してきた。その結果、他者への妬みや私利私欲で富を得ようとする者は皆無となったのです。確かに皆が平等であれば争いは生まれないだろうな。しかし完全な平等など不可能です。不可能ではない。潮の女神の教えに従えば等しく加護が降り注ぐのだ。さて、教皇と謁見する前にフレデリカ殿のことで一つお伝えせねばならない。本来ならこの国の頂点に立つ教皇がローゼル族に会うことはない。だが敬意を伝え伺いを立てたところ、
施設の一員として特別に教皇宮へ入る許可が出た。ただしフレデリカ殿は謁見中の発言を控えていただきたい。口を聞くなと。なぜです？本来謁見の間に通すことすら無理なのだ。教義として理解していただきたい。グリンブルクの施設の一人をいないものとして扱うということか。ドラン様、お忍びとはいえあなたが他国の教義に異を唱えては大事になってしまいます。私なら大丈夫です。すまない。いいえ、気にせずお役目を果たしましょう。ご理解いただけて助かる。では教皇宮へご案内しよう。謁見の間。あちらにいらっしゃるのが我らが教皇です。教皇は女神の神託を告げられる尊きお方。そのお姿を見ることは誰にも許されていない。お言葉も司祭の井堂殿を通して伝えられます。申し上げます。一番後ろのじいちゃんが教皇かと思った。厳礼施設としてセレノア・ウォルフォート公が参られました。こいつがあれだと思った。教皇だと思った。その後ろにある、そうだよね、あの中に教皇がいると思ったね。教皇のお言葉を伝え。超怪しいんだけど。セレノア・ウォルフォート、こたびの返礼大儀であった。汝が我が国を優先して訪れたこと、誠に嬉しく思う。もったいなきお言葉をいただき光栄です。セレノア殿、ウォルフォート家とハイサンドには煙鉄大戦以来浅からぬ縁がある。我ら七聖人もお父上と変わらぬ友好を願っています。はい、もちろん。偉大な父に追いつけるよう一層努力してまいります。教皇からお尋ねがありました。共同採掘の調整役も汝が引き継ぐのであろうと。ならばこの共同採掘をどう考えているか、汝の真意を聞かせてもらいたいと仰せです。質問タイムか。対立してきた三国に平和をもたらす意義のある取り組み、三国に一つ利益をもたらす、各国の思惑は同じではありません。いずれよからぬ事態が起こりそうな予感がする。いや、これは意義ある取り組みだ。対立してきた三国に平和をもたらすベネフィット、意義のある取り組みだと考えます。セレノア殿らしい模範的な回答だな。理想ではある。採掘に関わる全ての国がそう望んでくれればいいのだが。恐れながら教皇が目指される理想とは何でしょう。ノゼリア全土に女神の加護をもたらすこと。教皇は全ての民が平等に生きられるよう望んでおられます。女神は常に信じる者を見守ってくださる。貴公らにも女神のご加護があらんことを。イドー殿、お忍びで訪問したがどうしても聞きたいことがある。ハイサンドは全ての民が平等に暮らしていると聞いた。潮の女神の教えに従えば加護が降り注ぐそうだが、
それだけが理由ではあるまい。ご熱心ですね、ロラン王子。レグナ王も良いご子息を持たれた。平等と幸福の核心はもちろん女神の教えです。その上で我らは民に幸せをもたらす策を数多く講じています。例えば女神に与えられた生命そのものの研究、ライラ殿が司る異邦院がそうだ。その研究成果によって多くの者が病や怪我を克服し長寿を得ている。病を克服し長寿を。詳しく話を聞かせてもらえないでしょうか。ご興味がおありのようですな。ではライダー殿、皆様をご案内なさい。生命と魔法の楽譜、異邦院に。これ他国のことはもう大して分かってないんだな。どういう国なのかとか。メインストーリー、異邦院に招待されたセレノアたちが、フレデリカ周囲の視線を感じることになる。ちょっと待ってね。あるあるある。先にサブストーリーやるか。グルンブルク王族、フラニとコーデリア、ノラについて話をする。フラニ兄様、ノラ兄様の姿が見えないのですが。あいつはグリンブルクにはいない。視察と称して返礼施設について行ったそうだ。そうだったのですね。断りもなく勝手なこと。あいつは自分が王子だと分かっているのか。お兄様はロラン兄様のことがお嫌いなのですね。自由が羨ましいんだよ。私は嫌えるほどあいつのことなど考えていないよ。兄弟なのにそんな。兄弟である前に我らは王族なのだ。コーデリア、あいつに感化されるな。私たちは王族として正しく生きるのだ。話が早い。もうないよね。じゃあこれは RPG パートかな。大峡谷の中をうろつくってか、異邦院の中をうろつくのか。見ろ、ローゼル族だぞ。グリンブルクからの施設だそうだ。来賓とはいえ、ローゼル族を異邦院に入れていいのか。ライラ院長が案内しているということは特例が降りたんだろう。私たち研究者の望みには滅多に許可を出さないくせに。立派な施設だ。ハイサンドの違法術が優れている理由がわかる。本来関係者以外の立ち入りはできない。見学の許可が出たのは異例です。ご配慮感謝します。ちょっと、おっちゃんが私の名前を出せみたいなこと言ってたじゃん。先ほどのお話だと生命そのものの研究をされているとか。ええ、病や怪我を治すためにはまず生命を、そして人の存在そのものを学ぶ必要があるのです。研究次第では他国で不治とされる病を治すことも可能であると。この世に万能や奇跡は存在しません。同時に不可能も存在しないと
我々は考えます。素晴らしい。その成果は我々にも与えられるのでしょうか。女神の教えを信じるなら、教皇ならそうおっしゃるでしょうね。ライラ院長、実験の準備が整いました。仕事に戻らねばなりません。申し訳ないが、私はここで。あとは自由に見学していただいて結構。ただし、許可されていない場所はご遠慮ください。自由なんて違法。いや、ハイサンドのどこにある。無理やり教義を押し付けるから、反発する輩が生まれるのだ。お前は？ただの研究者ですよ。なんだあいつは。セレノア、少し外の空気を吸いたいのですが。そうですね。休憩がてら街に出てみましょう。あ、結局街を探索か。気分はどうですか。しばらく木陰で休憩している。市街地の様子を見てみましょう。行商人、店を開いていることがあります。珍しいアイテムを売っているかもしれません。いや、結構金使ったぞ俺。あれ、話せない。最後に話す。あ、話した。女神教の教義でローゼルの立場は知っていましたが、この国のローゼルの民が心配です。生まれながら原罪を背負った民、その罪は本当にある。てか、マジで何したの、ローゼル族。教義とはいえ、実態は使用の算出を担う労働力。他の民はなぜ縁故労働しないのだろう。あ、ローゼル族だけが労働力として使われてるってこと。民への平等な幸福を謳うこの国でローゼル族だけが差別を受けているのは理解に苦しむ。そうだよ、これマジで意味わかんねえもん。てか、まあ平等なんてないからね、この国に。昔のローゼル族はハイサンドの人々から恨みを買っている。罪を犯したのは今生きているローゼル族の人々ではありません。あ、でも昔は何かやったのは確かなのか。ローゼル族は巨人になれる。そして巨人として再反動を蹂躙した。そんな感じで、ウォールマリアが建てられた。エグスサム、普通にいるんだ、ここに。潮の女神が教えがあることで、この国の民の全てが救われている。教えに従い、国のために仕えることで、民は女神の加護を与えられ幸福となる。富をないがしろにもできないはず。結局はどういう金を取っている。信仰だけで国が成り立つのは理想的。民の不満や不安が募れば信仰心も揺らぐ。何をもって幸福としているのか、人によってその形は異なる。全部聞きたいわこれ。そう、不満とか不能、まあこれだな、真ん中。人間には誰しも欲や望みがあり、それが転じて不満や不安を抱く。それにどう応えている。国が栄え、民の暮らしは安定している。それは不満や不安がないことの証明。グリンブルク、エスフロストでは貴族の腐敗や貧困の問題がある。ハイサンドにはそんなものは存在しない。女神の導きがあるのは、中枢である七聖人、民衆を完全に従属させている。まあ、そうだよな。エグスアーム様はいつも国を良くすることを考えている。若いのに大変素晴らしいお方だ。なぜか同じ七聖人、ソルスレイ様のことは嫌い。外交と軍部を担っている。なぜソルスレイ殿を嫌っているのかは分からん。
違法院に入られますか？入れるんだ。ちょっと後で入ろう。他国の方に違法院への立ち入り許可というのは珍しい。ゆっくり見学してください。あ、でもまあ有効的だね。なんかなんで違法院に入れるんだみたいな感じではない。広大な円弧を囲い込む市街地と城壁、これほど多くの民が豊かに暮らしている。ハイサンドの国力には驚くばかり。これなんか逆にさ、私もハイサンド行きたいですってなる人いるんじゃね、うちの中で。あ、こいつ行商人か。500円しか持ってないよ俺。ああ、回復代。魔法石とか、これ何、これ油壺、燃焼可能にする鉄鉱石。まあ、ここら辺はでもね、在庫があるからね。金をどうすればいいんだ。魔法石ちょっとなんか使ってみたい気もするけど、金取っとこう。いいや、またの起こしとか、またあるのか機械が。なんか光ってる、これ光ってるわけではないか。なんか上通ってたんだけど。ハイサンドは女神の祝福を受けた素晴らしい国、みんな幸せに暮らしています。万が一怪しいやつを見かけたら近くの塀までお願いします。エンコ、あそこは女神様の聖地だから入れない。こっちは下行けないのか。これだけ豊かな町だと盗みなど起こらない。グリーンブルクもこうありたい。あとでハイサンドのお土産を買おう。シモン様を喜んでいただけると思います。なんでこれ普通にさ上を通るの。女神教はローゼル族を強制的に縁故に集めて罪を償わせるために死を作る重労働をさせている。分かってはいたか、ここでのローゼル族の扱いはあまり気分のいいものではない。未来の犯人に気をかけてやれ。いや、それは確かにちょっとひどいような木材。ハイサンドでは女神教の教えで決められた職に就くことが定められている。違法医の研究も決められた内容しかできない。研究の成果は素晴らしいと思う。あー、職が決められているのか。シュビラシステムみたいだな。あれ、やっぱこれ光ってるよね、ここのとこ。そう、そんなことない。ちょっと待って、下に降りられないんだけど。上の上がり方と下の降り方が分かんねえ。いや、ないか、アイテム。兵士がいっぱいいる。ハイサンドは良い町です。ソルスレー様のお仕事の邪魔な気はしないようにしてください。ソルスレー様何してんの。七星人として塩の生産の管理を司っている。あ、そうなんだ。財務局みたいな感じか。これほど重要な仕事を任せていても、私の信仰が他の誰よりも尊いから。ソルスレー殿はこの国の豊かさの基盤である塩の管理を任されている。重要な立場にいる。みんな重要な立場にいるよね。通れるものを制限している。円弧だからとか。あ、円弧がやっぱり落としていきません。屋根から飛び乗れ。無理。上から話してんだこいつ。打刻のものがフラフラと、貴族は自由でいいよな。やっぱりそういう人たちが出てくるよね、そりゃ。ちょっと違法院の中に入ろう。入れてください。これ光ってたよ今。おお、氷の魔法石ゲット。女神は信じる者の命を救う、その教えに従い生命を守る研究をしている。争いがない割には町中に兵士が多いように感じます。あ、確かにね。氷の護符、こっちも光ってない。どう行けばいいんだ。いや、行けない、行けないっす。わかんねえ。下に降りられん、また例によって。これこの間行けない。ああ、行けないんだよね、ここから。こっちは医学によって人は怪我も病も克服できる。そんな研究をできることこそが一番の喜び。
この先は研究棟入れません。怪我や病で苦しむ人々を救うのが仕事。不老不死、新たな生命の創造まで。人体錬成か。キメラの研究とかしてそうだな。国から与えられた研究に全力を捧げる。いやでもなんかだいぶうさんくさい国って思えてきたな。女神教とか我々も学ぶべき点があるかもしれません。学ぶべきって、お、600円手に入れた、やった。学ぶべき点はあるかもしれないけど、ちょっと今のところうさんくささが先行してるな。そしてここになぜか600円落ちてるっていうね。まあこんなもんか。ちょっと後ろのあれなんか光ってなかったっけ。まあいいや、帰ろう。最後フレデリカ様に話して終わりにしよう。特に何もない。みんなと合流しよう。いやあ、フレデリカ様が選んでくれたおかげで良い土産が買えました。お手柄だ。セレノアはこういうことが苦手だからな。ええ、本当に助かりました。いや、茶化されてんのにさ。どういたしまして。めちゃ真面目だな、セレノア。ベネディクト様、先代のご病気についてライラ殿に相談してみてはどうでしょう。いや、シモン様の存在は未だ大きい。迂闊に明かすことはできない。友好国とはいえ、弱点を晒せば駆け引きに利用されるかもしれないということですね。可能性は高い。残念だが若様のためにも危険は冒せる。何事だ。違法院のあたりで騒ぎが起きているようです。調べてきます。しばらくこの世界魔物とかはいないのか。戦いになった。違法院の方から聞こえた悲鳴、駆けつけたセレノアが見たものは。ちょっともう一回全部見る。全体を見渡す。サブクエはね、推奨レベル4、まあ、4の人もいるけど、レベルの低い人もいるからね。やられてる。アンナ、これは一体。違法院の研究者たちが機密を盗んで逃げたのだそうです。おお、やらかすね。まさか我が違法院にもハントが潜んでいたとは。ハント？女神の教えに従わない逆賊のことだ。首謀者はフリニウスという研究者だ。重要な研究資料を奪われた。絶対に取り戻してくれ。分かっている。だがハントどもは町中に散った。捕らえるには手勢が足らん。私は違法院を調べねばならない。まだハントが潜んでいる可能性がある。エグサーム殿、我らが協力しましょう。カタジ君、頼む。ハントは魔法知識に長けた研究者たちだ。魔法に通じた者の助けが欲しいところだが。コーレンティンをお付けしましょう。生命の研究者ですが、魔法の知識と腕は確かです。コーレンティン、ウォルフォート公をお助けしろ。フリニウスたちから研究資料を取り戻すのだ。わかりました。よし、ハントを追うぞ。誰がハントなのか分かんの。だって
プリニウスのケーキか。あー晴れ。ちょっと見てみよう。こっちに3人、こっちに3人、こいつがプリニウス。違う、ハント、普通のハントだ。あれどうだ、分からんな。ただ出撃できるのは6人だから、今7人いるんだよね。なんかね、毎回こうやり方を迷うんだよね。ユニット配置でどうすんだこれ。ユニット配置でちょっと一回これ出そう。あ、これだ。出撃ユニット選択で、おすすめキャラがいて、アンナちゃん、あ、出てるか。これが出てるから、ベネディクトとヒューエットが出てないんだ。いやでも、いや、このメンバーだな。戦闘開始。あれ、なんか残り1人出れますみたいなこと書いてあった。アンナ出してない、もしかして。いや、いるよな。バトルスタート。ハントプリニウス、競技にあだなした貴様に逃げ道があると思うな。機密の持ち出しが重罪に当たることを忘れたとは言わせんぞ。あ、エグサムもそうやって戦ってくれんのか。この研究は私が心血を注いで完成させた。私の思うように扱って何が悪い。プリニウス、あなたは研究者として純粋すぎた。ハイサンドは争いなく平穏だと聞いていたが、みんな、まずは騒ぎを食い止める。プリニウスたちを逃さないでくれ。シミュレーションモード、移動先を選択する前に自分以外のユニット上で A を押すとシミュレーションモード、実行はできません。効果を見ることができます。参ります。早い、さすがアンナ。でもこっちはさ、魔法使ってくるんだよね。いや、どうする、射程が長そうだな。安全地帯、一回安全地帯で待機しとくか。なるほど、あなたは氷の術師ですか。そなた見覚えがある。名は何と。語るほどの名はありません。人違いですよ。行くぞ。あれっていうかさ、エグザムさんとか勝手に動きそうだな。まあいいや。あ、待って、勝手に動くってことは経験値持ってかれてるってこと。やるしかない。こいつ逃げるとかないよね。なんかに街の外へ逃げ出しちゃうとか。加速の魔法。おお、これなら負けられない。もう攻撃に入ってんのか。じゃあこっちは攻めるか。氷の魔法石ウィーク、弱くね。まあ、いいや、使おう。くれ、手応えあり。敵の弱点をついた。1ポイントもらえた。いや、バフをかけてから来るな。俺が相手だ。ちょっと前線には出るか。魔法に弱そうだな、こいつ。ちょっと待って、エラドール、魔法防御とか見てないかな。回復はお任せを。ちょっとここら辺にしよう。マイローグ。お、行った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 。争いを収めるために。フルティーカまだ攻撃不能だよな。ゲーマジか。始めましょう。あ、氷って動かせるんだ。氷結、氷封じ一体。外しはしない。つえつえけど、こいつさ、経験値上げちゃっていいの。教会の魔法、
いや魔法使い厄介だな。参ります。ここに来て、ちょっとこれは散ってた方がいいけど、4マス先に移動するってさ、どこに移動するのこれ。あ、あそこに移動するってこと。2段突きでいいやん。この槍を受けよ。真ん中、あ、真ん中には来ないか。氷界の魔法自体は1人か、多分威力が高いんだろうな、杖。やるしかない、腕が鳴るぜ。駆け足用意、覚悟を見せよ。いや、これちょっと立ち位置が最悪だな。負けられない。狙うかとはいえ、いや経験値も欲しいからな。いや加速使いすぎだろ。おお、これなら俺のターンになるかもしれない。教会の魔法。34。マイローグ。頼む。お、挟める。今だ。うぜ。回復20か。回復はお任せを。そうだよな。てかコーレンティも結構やべえな。これで傷を。一応要ではあるからな。迷いなく進むために。重傷者に回復アップ。重傷者の定義がちょっとわからんけど、行きます。で、もちろんレジストか。私の魔法で。そんな、アビリティ取得。この力役立ててみせます。炎盾の魔法。あ、魔法自体を取得したのか。それでは。で、ここで、あ、次これ、あれできねえな。攻撃魔法が使えねえな。まあいいや、数を減らす。凍てつく霊気よ。でも仲間になってくれるってことかな。いや、あと2発とか耐えられんわ。あんな後ろ取れるっちゃ取れるな。んこれ後ろか。ただ挟めないんだよね。ほら押し切れそうです。このままガンガン攻める。押し切れそうです。俺は負けん。で二段突きいくか。挟める。これは別に挟んでるわけではない。ランスでこいつにやれば。もらった。いけ。隙だらけで。消えよ。行くぞ。私を愚かだと笑う者は悔い改めよ。命を落とすことになるぞ。凍てつく霊気よ。よし、いいぞ。めちゃくちゃ食らうわ。やばい、死ぬ、ま、だやる。死んだ。演劇も使ってくるのか。ウォルホートの名にかけて。いや、やはりこいつらから倒していこう。ふん。回復とか、あの術師結構めんどくせえな。マイローグで、こいつは倒すでしょ。眠れ、はい、喜ぶまでもない。歩く思うなよ、はい、冷静に行きましょう。で、フレデリカも結構やばいから回復。傷を癒して。ありがとうございます。重傷者回復アップが発動してる。学んだ力、今こそ。
上狙うか。ペン立て非耐性非属性の反撃効果。私の魔法で。ただあ、レジストはこいつかけられないのか。誰か回復を。ピンチっす。回復するか。魔法打てねえし。参ります。こいつどうする。なんかほっといてもいい気がするな。アンナだな。ちょっと待って、ポイズンスローかけよう。ほら毒ってない。毒になる可能性とか、毒の確率とか。ああ毒った。俺は負けん。で月どうだ。いいねロナン。まあまあまあやるしかない。2つ先狙えるのはいいな。すごい。あしまった、あそこにアイテムがあるんじゃねえかよ。こいつ先にぶっ倒そう。マジで厄介すぎる。はあ回復はお任せを。で回復しよう。あしまったコレッジ先に回復したんだ。自分回復すればよかった。感謝します。経験値だけもらった。私の敵ではない。サジンまで喜ぶまでもない。始めましょう。恐怖の魔法見えている。効率的です。自分で自分を回復か。ただ20でしょ回復量。終わらせましょう。でちょっと見てよ。毒7。自分のターンに来たら毒るのか。ご命令。でここはもうアンナだな。アンナでぶっ倒そう。はっ押し切れそうです。手応えを感じます。レベル5ダブルアクション片付けます。後ろマジ一番強いわこいつ。ちょっとアイテム取ろう。アイテム取って2段突きでこいつを殺す。完璧だ。機動力あるのもいいな。やるしかない。くらえ。うわよかった。私のできること。フレデリカ様がやばい。回復します。感謝です。ウォルホートの名にかけて。37か。倒せる。いやギリギリ倒せねえわ。はあ、まあ、よい。フレデリカ様でぶん殴るか。マイローグ学んだ力今こそ。ごめんなさい。オッケー私の番ですね。無理だ攻撃ができん。いや魔法使い仕事の時間です。なかなか扱いが難しいな。出番だな。これ何歩進めるの。 1,2,3,4,5 移動力6くらいある。こいつ生きねば。来たな凍りつけ。まあまあまあしょうがない。私の敵ではない。ウォルホートの名にかけて。あこれ一気に下に降りれねえんだ。私のできること。もうちょっとセレノを回復させて。助かった。前線を維持しよう。始めましょう。でこれでもこいつ殺せるっしょ。一応先進むか。氷結めっちゃ凍ってんなこの街。魔法の発展のために。ホーレンティ仲間になるかな。煙を広げるためこの者たちについていきなさいみたいな。どっちが後ろだ。こっちが後ろだよね。はい待ってくれ。押し切れそうです。はっ待ってくれ。
効果的ですね。行きます。気を待たない。これもとか一回降りなきゃいけないよね。まあエンタといって1しか使わないから。力になります。やってみよう。炎が簡単活動で、ちょっと待ってね。これアンナさん34ってさ、死んじゃわない？これ回復させとこう。これを恐れ、まあ、挟めるけどちょっとしょうがない。行くぞ。やめろ。けなくってきた。私の敵ではない。負けられない。私のできることを。で、自分を回復。これで傷を。範囲系の回復魔法を覚えると多分いいよな。あれどっちだ、後ろ。こっちか。押し切れそうです。行きましょう。ほら、いや、効果的ですね。それでは、コレンティはちょっと攻撃できないからやっておいて。学んだ力。で、フレデリカ様。で、エンタテ。毎回エンタテ。で、経験値を稼ぐ。皆さんのために。助かる。活動。で、別にこれここで。攻撃できるからね。どうだ？ゲーミスター。待ってくれ。効果的です。この力をレベルアップ。平和のために参ろうか。ゲーミスターのレベル3なんだ。さあ、行こう。いや、行動力1アップとか。効率系。わ。仕事の時間です。逃げるか。いや、だからこれはもうダブルハサミができる。行きます。そこに行ったのが悪くないよ。なんでミスるんだよ。ミスってもでも経験値もらえるな。いや待ってくれ。悪くないよ。いや、超いい。私のできること。ジーラはフレデリカ回復しとくか。回復します。ありがとうございます。それでは、最後プリニウス、コーレンティ。いや、ちょっと自分じゃない人で決めたい。終わらせましょう。オーデリカ様は届かないからエンタテを自分にやって。あなたを守ります。行くぞ。ロランか。ま、行くか。二段突き 87% なんだ。この槍を受けよ。倒した。女神よ、私はあなたの道具ではない。私はただ貴重品。いいね、ポイントめっちゃ手に入れたわ。貴重品ってどれだったんだろう。ヒットポイント含有大かな。どれが貴重品だったかちょっと教えてもらいたいな。戦利品のところで。市街地。なぜ機密を持ち出した。金か。違う。私たちは自由な研究がしたかっただけだ。ハイサンドにいてはそれは許されない。だから私たちは。わかった。やはり貴様らは女神の教えに従わないハントだ。連れて行け。よくやってくれた、セレノア殿。おかげでハントを全員捕らえることができた。彼らはどうなるのですか。罪を犯した者には当然罰が与えられる。そしてこの国で女神の教えに逆らうことは最も重い罪だ。なるほど。平等が実現している理由は異端を徹底的に排除しているからか。
コーレンティンもご苦労だった。褒美を与えねばならんな。ではお願いがあります。ついてこい。旅に出る許可をください。他国で作られている薬を調査したいのです。薬か。生命の研究に役立つ願いでもある。考えてみよう。おい、結局保留会。我らはここだ。コーレンティン殿、こたびのご助力改めて礼を言う。ウォルフォート公、お話ししたいことがあります。お時間をいただけませんか。ここでは目立ちますので場所を変えて。ウォルフォート公はどこの宿だ。民家かい。こいつの家かな。ハイサンドを出たいと言われるか。はい、私が研究したいのは生命ではなく魔法なのです。先ほどは薬を調べる旅に出たいとおっしゃっていましたが。魔法弁で方便。あれは偽りの願いです。出国の許可さえ得られればそれでいい。この国にいては自由な研究は許されず、与えられた役割だけを果たさねばならない。たとえどれだけ画期的な研究を成しても、その成果を世に広められるとは限らないのです。ハイサンドの秘密主義に嫌気がさしたというわけか。先ほどのハントと同じじゃないか。まさか関わりがあるのではなかろうな。正直に申します、プリニウスたちの企てには気づいていました。しかし私には彼らを止める勇気も、一緒に逃げ出す覚悟もなかった。そのせいで同じ苦悩を抱える仲間を捕らえることになってしまったのです。こんな思いは二度としたくない。それでハイサンドを出る決意をしたのだな。はい、もう違法院に戻るつもりはありません。そこでお願いがあります。私をウォルホート家に取り立てていただけませんか。いや、魔法使いは歓迎だよ。セレノア様、彼には魔法の心得もある面白い人材だと思いますが。一つだけ確認したい。私の言い名付けはローゼル族だが、構わないのか。もちろん。私はハイサンドを捨てる。故に女神教の教義とは無関係です。ただしフレデリカ様が使う魔法は興味深い。ぜひとも研究させていただきたい。まあ逆だからね。私でよければ。わかった。貴殿は我が家で預かろう。自由に魔法の研究をして構わない。その知識を我が家のために生かしてもらいたい。ありがとうございます、セレノア様。おお、コーレンティ仲間になった。エスフロスト行くと多分別の人が仲間になったんだな。氷魔法。あ、凍結で移動ができなくなるんだ。氷の障害物を設置。変霊施設の任務を果たしたセレノアたち、ハイサンドに別れを告げる。前にない。あ、エスフロストある。グスタドルフのもとにある報告が持たされていた。タラース、ドラガンの様子はどうだった。あのお調子者は随分無頂天だったよ。ノゼリア新鉱山への貢献を認められたのがよほど嬉しかったんだろうね、ドラガンは。実際に成果を上げている。
思ったよりできる男だ。でも所詮分家、スバローグの息子だ。我が公国はグリンブルクとは違う。くだらぬ血統で差別はしない。でも兄さんは僕を最小にしてくれたじゃないか。勘違いするな。機会を与えただけだ。最小の座が惜しければお前も実力を示せ。わかったよ兄さん。お兄様、タラハスに厳しいのはいいけれど、ドラガンとスバローグには警戒が必要ですわ。あの親子は最小どころか総帥の地位を狙っている可能性がありますもの。実力で我が地位を奪おうというならそれもいいだろう。潰しがいがあるというものだ。まあ、グスタドルフの方が話は分かりそうだな。実力主義。さあ、ウォルフォートに向けて出発しますぞ。バカ、忘れ物はありませんな。エラドール、もう子供ではないのだぞ。申し訳ありません。つい小さくて可愛かった若の姿が目に浮かんで。だから大きいんだ声が。周りの迷惑も考えろ。ウォルフォート家の皆さんは賑やかですね。ええ、まるで大きな家族のようでしょ。あなたも旅の許可が出てよかったですね。はい、これで私は自由だ。画期的な魔法研究を成してみせます。壁の外に出る。俺たちは自由だ。研究もいいけれど、ウォルフォートに戻ったらまず挙式の準備をしないと。忙しくなるわよフレデリカ。盛大にやろう。ヒュエット、飛び切りの贈り物を用意してやってくれ。はっ、お任せください。お見送りが来た。おお、間に合ったか。ご一同、こたびは世話になった。教皇に代わって礼を伝えに来た。こちらこそ、さまざまなご配慮をいただいたこと忘れません。ハイサンドがどんな国か知れてよかった。また会おう。ララン王子、セレノア殿、ノゼリアの未来を担うのは我らのような若き力だ。再会を楽しみにしよう。まあ、エクスランは普通に真面目だね。ハイサンドが潮の女神の教えに従う者たちの国ということは分かった。でもローゼル族のことはほとんど何も分からなかった。今ローゼルがどう過ごしているのか、かつて私の母がどう生きていたのか。フレデリカ、どうかしましたか。あ、いえ、考え事をしていただけです。ローゼル族のことですね。ええ、ローゼルである私が嫁いだせいで、ハイサンドとの間にどんな影響が出るのでしょうか。今三国は力を合わせているが、未来がどうなるかは正直わからない。だがどんな問題が起きたとしても一人で背負い込まないでください。それは私たちの
ウォルフォート家全員の問題なのですから。はい、わかりました、セレノア。乾いた大地に陽光を当てる。終わり。